バネ指、親指以外、直します。たったこれだけ。ドクターマッチの健康チャンネルです。COI です。バネ指の半分は注射やリハビリで治ります。私の行っている方法なら、局所麻酔で小さい傷で治せます。従来の方法と比べてみましょう。費用は健康保険が適用され、 従来の方法と変わりません局小麻酔の注射をします痛みはすでに受けている注射と変わりませんこの手術は難しいので大きく切る時よりも時間がかかることがあります皮膚を縫う時間がかからないので短い場合が多いです健康な人で傷は3日で治ります痛い場所は必要ありません この治療は、親指には向きません。何ヶ月も続いていたバヌ指では、関節が硬くなって、筋を治しても痛みがなかなか取れないこともあります。バヌ指、親指以外直します。ドクターマッチの健康チャンネル、ご視聴ありがとうございます。